マシマシの二色ラーメンいきます。 忘れてた。いつも忘れてたね。ご飯も。はい。美味しくいただきます。うまいな、俺。臭いけどね。 買おうと思ったんですよ。そしたらね、知らないおばあさんが、これいくらとか聞いてくるんですよね。店員でもないんですよ、僕は。これいくらとか、値段も確かに貼ってないなと思って。180円ぐらいじゃないですかって言ったら、店員さんが取り終わって、おばあさんが、これいくらとか言ったら、値札上ありますよって。上、みたいな値札が全部かかって。 こういうふうに喋りかけやすいのかね。全然違います。
今日本当はね、ちくわを入れようと思ってたんですよ。いつも手のひらぐらいのでかいちくわが安い値段で売ってるところがあるんで、見たんですけどもね。今日は出してなかったですね。だから今日はちくわじゃないです。代わりに春菊を買ってきました。会社さんに声をかけられて、外国人の人ね、ユースホステルに行きたいんだと英語で話しかけてきたんです。英語ですよ。俺英語なんてそんな全然出してね。思わず後方ブロックって言いそうになりましたけどね。当たって砕けろってなんとかね、ゴーストレート、セカンドドライブ、なんだっけ、そこに信号機があると、そこを右に行きなさいって教えたら、サンキューって言って切ったんですけどね、簡単な英会話だったんで、なんとか話しましたけどね。年明けにはね、多分東京行くと思うんですよ。まあ、上の界隈になると思うんですけどね。あの辺は割と一人で食べ歩きしてたから、スタミナ丼とかで、ね、天下一品がどうになるかとか、あと大統領ね、岸田君、まあ、その辺は分かるんですよ。アメ横はね、ちょっと楽しみにしてます。正月になればね、甥っ子とか姪っ子が帰ってくるんですよ。だからお年玉もね、大層長くはいるんですけどもね、こればっかりはね、楽しみにしてくるから、ありがないといけないなと思ってるんですよね。今年一年も早かったですね。なんかあっという間に過ぎちゃったみたいで、この間ね、動画で大阪瑠璃子さんの居酒屋巡りみたいなのがあったんで、見てたら奈良県で、春鹿という日本酒が作られてるんですけども、その名前を取って春鹿という居酒屋があるんですよ。昭和9年の建物を改造して居酒屋にしてるんですよね。やっぱ料理はすごいわ。シラゴの天ぷらはね、めっちゃうまそうですよ。奈良では春鹿というお酒がね、作られてるんですけど、すごい辛口のお酒なんですよね。うまいんですよ、これはまたね。一度その店に行ってみたいなとは思ってるんですけども、このラーメン二玉なんですけど、ボリュームあるわ。山ほど入ってるし、キムチも入ってるから、最初すごい匂いだろうな。やっぱこういうスタミナ系の料理は好きですね。東京のね、スタミナ丼って有名なんですけど、アメ横した時にスタ丼寄ったんですけど、
ご飯に、ね、ウサギムシのニンニク効いたようなやつが蒸しあって美味しかったですね。とにかく東京に来てびっくりするのは朝の9時頃からの居酒屋がやっていて、もう満員とかね、田舎では信じられない光景を見れるわけなんですよ。東京に出てきてそのことをおのぼりさんっていうのも分かるような気がしますね。大阪市はね、似たような店がいっぱいあるんですけど、やっぱり、花の都大東京ですね。花の都大東京って、立ち上げて並ぶ人ですもんね。まあ、それで報道されたわけなんですけども。ああ、聞く。パワーが湧いてそう。ああ。ニンニクがこんなに臭かったら夜寝てる前に空気清浄機を置かれそうな感じ。全部消しちゃったから、まあ、大丈夫だよね、たまにはね。あ、たまにはじゃねえわ。先週2回天下一品のラーメン食べちゃった。汁まで全部飲んじゃった。でも前もはうまいですよね。でも行かない、インフルエンザにもかからない素晴らしい体力が出来上がりました。というわけで今日も玉置の飯動画ご覧くださいましてありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。ごちそうさまでした。